慣れ合いでサッカーやってるんじゃねえんだ。ヨーロッパで戦っていくためにもっと力をつけねえと。世界でもトップクラスの猛者が集うイタリアリーグ。俺は自分の力だけでチームを勝利に導いてやる。そのためにもフォワードのポジションは渡さねえ。チームのエースストライカーはこの俺だ。ディアス、トレーニングに決まってるだろう。お前こそ子供と一緒になって何してんだよ。お前、もうすぐリーグ開幕なんだぞ。遊んでいる場合じゃないだろう。楽しむ？そんな甘い考えで試合に勝てるとでも？上等だ。やってやろうじゃねえか。お前とは直接勝負してみたいと思っていたんだ。当たり前だ。楽しいからこそ誰にも負けたくねえ。日が暮れちまったか。これじゃもうボールが見えねえ。次やるときは絶対俺が勝つ。だからそのときまでよそのチームのやつ相手に負けんなよ。握手なんて柄じゃねえ。友達ごっこしにナポリまで来たわけじゃねえんだ。ランニングの続きをするんだよ。誰かのせいで中断しちまったからな。
イエス、今日の決着はリーグ開幕戦でつけるぞ。強豪ピエモンテ相手にどっちが多くゴールを決められるか勝負だ。